ごちそうさま？全然食べてないじゃん。急に食欲なくなっちゃった。じゃあ残り、僕が食べるからちょうだい。君が作ったナポリタン大好きだから。はいって。めちゃくちゃ元気ないね。どっか具合悪い？違う？でもさ、完全に元気ない感じしてるよ。ちょっとそっち行ってもいい？よっからセット。一応聞くけど、どっか痛いところがあるんじゃないよね？ないね。よし。そしたら、後ろからギューするよ。ギュー。いつも美味しそうにご飯食べるのに、急に食欲なくなるの心配。嫌なことあった？ん？言いたくない？でも待つ。その元気がない理由、知る権利あると思う。だって、僕君の彼氏だもん。ゆっくりでいいから。ん？会社の人に？最近太ったって言われたの？そっかな。どれ？こことか？ん？ここも？確かに。ほわほわになったかな。でも、こんなの普通でしょ？だからって、食欲なくすほど落ち込むなんておかしいよ。体型崩れると、彼氏に別れを切り出されるよって言われたの？そんなこと ないない。よし。ちょっと膝の上においで。重いから嫌だじゃなくて、抱っこするからおいでって言ってんの。ほら。よいしょっと。抱っこ抱っこ。いいから。ぎゅー。こうして抱っこできなくなったら、ちょっと先のこと考えるかもだけど、あと、100キロくらい増えても、
僕は君のことを抱っこしてぎゅうするし。心配しないで。わかった？納得してないな。あのね、恋愛なんて甘くて甘くて甘いんだから、糖分取りすぎでホワホワになるって決まってんの。君はさ、僕と一緒にいると甘々で幸せすぎて溶けちゃいそうっていつも言ってんじゃん。だからいいんじゃない？なんならそれが当たり前だと思うし。ふん？でも彼氏がいてもホワホワじゃない人いるって？ああ、それはね、糖分が足りてないんだよ。幸せそうなふりしてるだけで全然甘くないんだと思う。僕たちみたいに溶けちゃいそうなくらい甘々な恋愛してないんだよ。うん、ほんと、ほんとにほんと。だから今のままで大丈夫。どんな君でも僕の愛は変わらないよ。信じて。ん？まだ元気出ないの？たくしょうがないやつだな。僕がいいって言ってんだから、いいの。あ、そうだ。デザートにエクレアとシュークリーム買ってきたからさ、食べない？君の分二つ買ってきたから。ん？あれ？今度怒ってんの？急に声のトーンが低くなったけど。僕がいつも君に二つデザート買ってくるから、それが原因でって？バレたか。ぎゅー。だってホワホワ大好きだから、抱きしめた時の感触が最高でしょ。それにここに顔を詰めてモフモフしたいし。最高。好き好き。やだ。怒らないで。もっと好き好きしたい。もふもふもふ。かわいいね。いっぱいかわいい。怒ってる顔もかわいいよ。
つもみたいに溶けちゃうやつしようよ。機嫌治った？チューしたら溶けたでしょ。ちょろそんなに強く叩いたら痛いってぎゅどんな君でも大好きだから。ダイエットするなんて絶対言わないでよ。